Unvollendete Komödie.時間帯に君を見かけたということは、さてはロームを免除してもらうために惜しみなく使えるほど特別許可権を貯めてるね。どうやらここの環境にもかなり慣れてきたらしい。さすがだね、偉いよ。どうだ、知ってる隠しルールを教える気になったか。確かにいいタイミングだ、ちょうどいい。どういう意味だよ。何がいいタイミングなんだ。あの忌まわしい貧乏人のレオニードたちはみんな生産エリアへ働きに行ったから誰もいない。こんな秘密の情報をあいつらにタダで聞かれてたまるか。わかったわかった、じゃあ早く言えよ。絶対絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。監視から逃れられたとしてももっと恐ろしいものに出くわすかもしれないからね。もっと恐ろしいものって何なんだ。食人族の集会さ。食人族だって、このメルピデ要塞に。毎月数回奴らは夜中に集会を開くのさ。メルピデ要塞の失踪者たちの噂は全員奴らと関係してるらしい。それよりも恐ろしいのは奴らがある特殊な趣味を持ってるってことだ。被害者の残された血と肉は処理ができない。だから奴らによってあらゆる形に変えられて永遠にメロピデ要塞に残されるんだよ。多分だけど、お前が言ってるあらゆる形を見たことある気がするぞ。まさか真相がそんなことだなんて。おいら、お腹の中のものが戻ってきたようだぞ。あんまり信じていないようだね。それもまたよし。隠された真実に触れることはいいこととは限らないからね。さて、私はまだ用事がある。さっきのことは聞かなかったことにしておくれよ。旅人、今回は噂を信じた方がいいんじゃないか。おいら血と肉になってまで永遠にここに残るなんて嫌だぞ。え？そっちの方向で考えてたのかよ。でも確かに妙に安心したような気が。はあ、これいつまで続くんだ。行こうよ。ミロッコがいないな。でも午前中に働きに行ってたやつらが戻ってきてるから聞いてみよう。俺から離れろ。どういうつもりだ。俺の前でそんな意味不明なことを言うんじゃねえ。何の話だ。忠告しておくが、余計なことに首を突っ込むなよ。あいつらの態度、なんかおかしいぞ。
オイラたちのことをわざと避けてるみたいだ。でもこうもバレバレの不自然な振る舞いをするなんて、むしろオイラたちを誘導するために演じてるんじゃないのか。ダメだ、考えるほど怖くなってきたぞ。まだ続けるのか。分かったよ。サプライズ。ちょっとしたトリック。何の用だ。囚人のくせにちゃんと特別許可権を稼がず俺のところに来るなんて。ちょっと簡単な質問がしたいんだ。夜パトロールしてた時、何か気づいたことはないか。そんなことを聞いてどうする。仮に夜に何かが起こっていたとしても、それはお前たちの案ずることじゃない。おとなしく寝ていればいいんだ。そうだぞ。月に数回くらいってところかな。おいら耳が敏感だからよく眠れなかったぜ。あれ、モナッチ、そんなことがあったのか。で、ゼロにしちょん。え、今、2万モナッチ、やるたぼうずがハフタイングしなくて。そういえば、確かに同僚から聞いたことがある。パイプ正常日の夜には怪しいことが起こりやすいってな。あそこら辺の数日は当番を嫌がるやつも多い。パイプ清浄日って何をする日なんだ。メロピデ要塞の排水施設が定期的に清掃される日のことだ。月に3日って、今日もちょうどそのうちの1日だな。確かめてくるといい。もし本当に何か変なことが起こっているのであれば、代わりに報告してやる。おう、オイラたちも今夜は気をつけて。それでは他の用事がなければ行く。忠告しておくが、変な企みはよせ。今晩は俺の当番じゃないが、他の者がお前たちを見張っているぞ。安心しろ、オイラたちだってケーキが増えるのはごめんだぜ。行っちゃったな。パイプ清浄日についてお前はどう思う？確かにそうだな。でもフィールディングのやつが言ってたぜ、今夜もパイプ清浄日だって。そう言うと思ったぜ。よし、じゃあ今夜は徹夜だな。看守に捕まらないといいんだけどな。やサプライズ。
かれてるぞ。でもまだ寝ちゃダメだよな。今夜はパイプ清浄日で大事な調査の時間だし。そうだよな。もしオイラが寝ちゃっても絶対起こしてくれよ。お前一人で危ない目に遭わないか心配だぞ。あれ、旅人っておい、こんなにあっさり寝るやつがあるかよ。Sag mir nicht, uns steht eine Schleichmission bevor. ちょっとしたトリック。気をつけろよ。監視に捕まったらまずいぞ。オイラたちの目標はあのパイプだぜ。ここで本当に合ってるよな。君たちは昼頃の。ほう、度胸あんじゃねえか。俺らの正体は分かってんだろ。今すぐ立ち去るんだ。誰もあんたらのことは助けてくれないぜ。それがどうした。俺たちの怒りを買いや、いつだってその噂を事実に変えられんだぞ。おい、一体何のためにあんなデマを流したんだよ。ここで一体やってるんだ。君たちに言うことはない。今すぐ巨坊エリアに戻って、今見たことを忘れておとなしく眠りにつくなら、ここでの出来事は見逃してやる。さっさと戻れって。ここには本当に
あんたらが興味持てそうなものはないんだから。はあ？なんだって？それって兄貴が離れた時に言ってた。俺たちの兄貴のことを知ってるのか？兄貴、そんなすごい身分だったのか。知らなかったぞ。兄貴はここにいた頃、ずっと自分の素性を明かさずにいたからな。兄貴に頼まれて俺たちを探しに来たのか。なんだ、タルタリアの子分たちだったのかよ。あいつってここにいた時も随分うまくやってたみたいだな。あの夜、兄貴が言ってたことは俺たちしか知らねえはずだ。まさか兄貴は外に出てからお前に教えたのか。そうか、だったら辻褄が合う。わかった、お前らを信じよう。ひひ、旅人うまい手じゃないか。兄貴がメロピデ要塞に来た当初、恥ずかしいことだが俺たちはひどい態度をとっていた。それどころかずっと兄貴に嫌がらせをしてたほどだ。だがメロピレ要塞は強者を尊重し実力を認める場所。作業の時の根性といい、鉄拳闘技場での勇姿といい、俺たちを懲らしめる時ですら常人の域を超えた才能を見せてくれた。だから俺たちは兄貴についていくことにしたんだ。だがある日、兄貴はいきなりこう言ってきた。自分を呼ぶ声がまた聞こえたから、何とかしてここを離れねえといけねえ。そのためには何の代価も惜しまねえってさ。子分としちゃもちろん、兄貴のことは俺たちのことだ。だから俺たちはちょっとばかし手間をかけて、ここにある隠しルールをもとに食人族のルールをでっち上げて、それを広めたってわけだ。これも全部パイプ星常備の夜に兄貴が逃げ出すためのチャンスを作り出すためだった。じゃあ噂を捏造することで囚人や監視たちをここから遠ざけたってわけだ。はあ、人々の未知への恐怖って本当に利用されやすいんだな。でもタルタリアはすでに逃げたんだろ。それなのにどうしてお前らは未だにパイプ正常日の夜毎回ここに来てるんだよ。それが俺たちの知る限りじゃ、兄貴が離れた時に使ったあのパイプは実は出口とは言えなくて行き止まりになってるはずなんだ。あそこはとっくに放棄されてるはずの廃工場に繋がってて、仮に海に逃げ込めたとしても水面までの距離が遠すぎて生きたままたどり着けるやつなんてまずいないと思う。それを知っていて、それでも兄貴はそこを通ろうとしてた。何か執念みたいな感じだったのかな。それで俺たちは約束したんだ。兄貴がいない間、俺たちは兄貴なんて初めからいなかったように振る舞う。そして兄貴は帰ってくるとしたら必ずパイプ正常日の夜を選ぶ。そしたら俺たちも出迎えの準備ができるし、この件が露呈するのを避けられるだろう。そんな、その約束を守るために毎月のこの数日危険を冒してまでここで見張ってたってことか。ああ、だが俺たちも心の中では分かっているんだ。これだけの時間が経ってもなお帰ってこないってことは、兄貴は大方本当に外に出たんだろう。でもあいつが何かその想定外なことにあったって可能性は。兄貴をどうにかできる想定外なんてねえよ。俺らは全員そう信じてんだ。わかったわかった、ちょっと聞いてみただけだって。ああ、声を抑えろ。こっちだ。ここからのルートは封じられて通行できなくなってる。兄貴はこの下から行ったんだ。その時はまだこの下も水没してなかったけど、その後俺たちもこっから状況を確認しようとしたんだけど、
かなり水没してることに気づいてさ、潜るのが得意なやつじゃない限りとても通れないぜ。まさかタルタリアはここの水に閉じ込められちゃったのか？その可能性も低いと思う。兄貴は水が得意だってことは俺たち全員が知ってる。マジかよ。だったら早速そいつに調べてもらおう。兄貴に関する情報があればぜひ俺たちにも教えてくれ。もう結構な時間だな。これ以上ここにいると監視たちに見つかっちゃうぜ。おう、状況については大体把握したからさっさとここを離れようぜ。うん、ふう、やっと肝心な情報が手に入ったな。これだけ時間をかけて調査した甲斐があったってもんだぜ。潜水が得意ってフレミネのことだろ、うん、ミネに言えばきっとフレミネに助けてもらえるよな。タルタリアのやつ一体何しに行ったんだよ。骨を折らせるやつだぜ。まあと少しでその真相もわかるだろうけどな。気を抜くと一気に眠くなってきたぞ。さっさと寝ようぜ。おやすみ旅人。Wir haben den Auftrag erledigt.そこ、まだ眠たいぞ。昨日の夜はいろいろあって大変だったな。Ich hab doch fast keine mehr. あれ、また。そこにあるのって、まさか、リネのカードだ。何が書いてあるんだろう。オイラが読んでみるな。きっとまだ知らないよね。今日は月に一度の自由日なんだ。だからみんな働かなくていい。調査するにはぴったりの日だ。ずっと連絡してなかったけど、そっちは何か進展あったかい？昼食の前に生産エリアのいつものところで落ち合おう。新しい情報を掴んだんだ。おお、ラッキー。今日はもともと休みだったみたいだぜ。それにリネも調査がうまくいってるらしいぞ。一体どんな情報を掴んだんだろうな。待ち合わせの時間までまだあるし、ここの人たちにもう少し話を聞いてみようぜ。Mm-hmm.